のくさんこんにちは。さよなら YouTube というタイトルでなかなかタイムリーなのをぶっこんできましたよね。まさに今の私の気持ちがさよなら YouTube でございます。といってもね、 YouTube を全く使わないようになるかというと全く別で、それは YouTube はこれからもしっかりと使わさせていただきますし、もっともっと使わさせていただきます。ただですね、私が発信している情報は YouTube 向きじゃなくなってきたということで、私の情報が YouTube 向きでなくなってきたというよりも、私が言うことをやることをなすことが YouTube から見るとちょっとうちではちょっと扱えないねって感じになってきたのかというところじゃないかなと思いますよね。まあ言ってみれば、そうですね、 YouTube が民主化されたってことでしょうね、きっと。放送メディアの中で YouTube っていうのはもともと一部のちょっと変わった人用のものだったんですよ。でその中でまあ見る人が少なかったんで、何をやっても自由という形でございました。もちろんね、なんかコピー動画とかね、映画から持ってきた著作権無視みたいな、そういったものもどん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 アップロードされて、それによって多くのチャンネル運営者を稼がせていたという時期もあります。まあ、それがね、なんかビジネスだと言ってそのパッケージが売れていた時期もあるんですよ。もちろん私はそういうのに組みしませんでしたけども、こんな楽な稼ぎ方、簡単な稼ぎ方があるんだなと思って、ちょっとねがっかりした覚えがあります。現在著作権に関しましてはかなり厳しいんで、すぐにアカウントドン食らっちゃったりね、場合によっては告発を受けたりとかしますんで、慎重にならなければなりませんけども、まあでも YouTube ってのはこれから話す内容によってもですね、動画がストップしたりするんですよ。というのが音声認識ユニットがもうかなりの精度を高めてますんで、音声によって検索されるというところもあったり、音声によってサジェストがついたりっていうところもあるんですよね。タイトル、サムネイル、音声、こういった3拍子揃った YouTube の、まあ、検索機能ですね、こちらの方が自動で選別するという形を取ってきたのかなと思います。さあそれでね、これからの YouTube の戦略ですけども、 YouTube はあくまでも動画プラットフォームの入り口という形になると思います。そこではね、やっぱり許される範囲の表現をするのはこれはもう仕方がないです。 YouTube を使わせていただいてるんで。ただそこから先の重要な発言というのはね、明日の話題さんとか翼の塔でも言われてますように、私も同じです。実はね、私がこれから考えてるのはそこなんですよ。独自動画プラットフォームを有料で使わせていただいて、独自のサーバーを確保して、そこで自由な発言を会員さんに発信していこうかなと思ってます。今までは YouTube 一本でしたけども、これからはYouTube というものを入り口にして、より濃い情報をお求めの方ですとかね、それから、まあ、いわゆるね、世の中の裏情報を求めている方にはそちらの方に来ていただくことでしか、もうね、多分発信を維持できないっていうところまで来ちゃったんですよ。で、私の動画も今3分の1ほどは公開できてない状態です。まああまり強引にやると YouTube に入場禁止されますので、こちらの方はですね、新しい動画サイトに現在埋め込んでおりますので、まあ、そうですね、これから速稼塾というものも形を変えてですね、極めて異常な情報ですとか未解決事件ですとか、それから、まあ、私のところにもたらされた、まあ、いわゆる、まあ、裏情報というのかな、裏付けのない情報ですけどもね、ただ今裏付けがない方がかなり真実味を帯びているというのも事実なんですよ。というのが、裏付けがあるものには改ざんがなされている例がかなり多いです。ですので、裏付けがない情報の方が当てになるというふうに私は判断してますね。不思議な言い方になりますけども、こういうこと言うからね、アカウントが制限受けるんでしょうね、きっとね。本当今回はね、驚きました。他者の発言したものを引用してもダメというね、まあ多分普段から私の発信ちょっとね、危なっかしいのもあって警告がどんどん続いてましたんでね、今回の定額措置っていうのはかなり私の歩みを止めて、同時に本気でね、動画サイトを YouTube からさよならさそう、そんな意識が働いていたんじゃないかなと思います。逆に進化するきっかけをいただきました。ということでございますね。のくさん、これからも危ない情報を届けてくださいね。私もなるべく YouTube に切られないようにやらせていただこうかと思います。それでは以上でございます。